ヒノキ材、香りを楽しめるっていうね、こう一本一本ね、やっぱり木なので節も模様も違ってて本当ね綺麗なんですよね。もったいないよね、これを焚き付け材に使っちゃうとね。これすごいね。これね、炭じゃないや、最初に薪を燃やしてて、それが全て燃え尽きて、ほぼほぼなくなってね、置き火になった状態で、あ、まだ火が消えたら嫌だなと思って、割とドバッとね、ペレット入れたんですよ。そうするとペレットで上を覆っちゃったもんで、完全にですね、空気遮断して消えたんですけど、消えたけど、このストーブないのね、この富士見ストーブね、富士見ストーブないの、やっぱり室温がすごい高いためにペレットからブワーッとガスが出てるんですね。で上に文化焚き付けにね火をつけて入れたらですね、今ねこんな状態ですわかります？このねストーブないはですね、もうガスで充満してるんですだから何もしなければね、めちゃくちゃこれガスがねバーッとモクモク出るんですけど、上で火がついてるね、文化焚き付けがあるもんで、煙が上に出てこれずにね、出てくる煙には全部着火してるんです。ただどん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 ね、そのペレットからねガスが出てるもので、こんな風にね、真っ白い状態になってるすごいですね、初めて見ましたねこの状態。まあある意味面白いですね。まあいろいろ楽しましてくれますねこのストーブね。いやーすごい状態です。で二次燃焼なのでしっかりとね炎の筋ができてて、これ面白いのでね、まあ興味ある方いらっしゃったらね公開しようと思いますけど、これ結構面白いです。これすごいですね。ペレットから出る可燃性のガスがこのストーブのね室内に充満してて、でまあ煙軽いからね上に出てこようとすると、二次燃焼機能で燃やされてて煙は一切上に出てこない、全く煙たくないんですよ。今50センチぐらい離れてますけどね、ただガスはすごく出てますね。これはちょっと面白い現象ですね。真っ白ですよ、中は。この中ちょっとね映せませんけどね、今真っ白です。で外にはね煙は一切出てきてないので、こんな風にね炎だけが立ち上ってるという感じです。いやーこれ面白いな、いろいろ楽しめますねこのストーブはね。本当可燃性のガス、白いんだけどね、白いところに火がつかないのはおそらくあれでしょうね、酸素がないからこの室内に、だから火がつかないんでしょうね。着火するにはやっぱ酸素がいるんでね、酸素と結合して燃えるっていう、その炎というねエネルギーが色になってね光ってるんでね、酸素がないから、室内は真っ白なんだけど火はつかない。ガスみたいにね、まあ、ガスでもそうでしょうね、家庭用のコンロなんかで使うね台所にあるガスなんかのね、やっぱ酸素がないと着火はしないので、そういう状態じゃないですかね。危ないのかな、これは。危なくはないですね。この二次燃焼ストーブのね、継ぎ目があるじゃないですか。この真ん中のところね。この継ぎ目。こっから空気入っちゃうとね、多分一瞬でブワッと燃えると思うんですけどね。まあ、比較的空気が入らないので、あそこからは。で、上手にね、この底にある、見えますかね。底にある穴から入った空気が、ここの内側の上の方にある穴から出てきて、で初めて火がついてるという感じですよね。
いや面白いなこれ、すごいな、まあいつもね使ってるんですけど、あの置き火の状態で甘をちょっと燃やしたいなと思ってペレットをドバッと上から入れるっていうことはあんまりないんですよ。あのそうやっちゃうとあのまあ消えちゃうことの方がね多いんですよ、酸欠 で今回ね消えなかったんですよ。消えなかったというか、まあ、上からぶんたき入れたんでね、あの炎が上では立ってるという状態を作ったんで、たまたま起きた現象なんだと思いますけどね。いやー面白い、これは面白い、たまらんですね。